tu m'envies, tu l'es le tu et tu l'as déjà tout. Tu sais, c'est si, on suit et tu.はいどうもこんにちは、フーガーです。今回からプレイステーション4のグラビティデイズをやっていきたいと思います。こちらはプレイステーションビータで出たグラビティデイズの移植版でして、まあ、知ってる方も多いんじゃないかなと思います。結構ねビータのイメージが強くてビータ専用だったんですけど、まさかプレ4に来るとは思ってなかったな。まあ続編として2がプレイステーション4に出るので、まあその前置きといってはなんですが、ストーリーもつながるらしいので、まあやっておこうかなと思いました。はい。にゃ、お前どこの子？結構ね、この言語がわかんないんだよね。日本語でもなければ英語でもないから、悪いけど食べ物持ってない。うん。はいはいはい。ああ、やっぱ綺麗だな。こんな感じです。まあ主人公の、先に言っちゃうと、キトゥンちゃんです。はい。まあ、独特なファッションスタイルですよね。すごいよな、この服。どういう経緯でこうなったんだろう。どうやってここに。記憶がないんだっけ、わかんないな。よし。あかん。あかん。お、すごい。モーションセンサーで動くんだ、これ。コントローラー動かすとすごい動きますね、これ。あ、事案発生。エピソード1。忘却に、え？区切って。あ、これあかんわ。お、俺、はあ、はあ。まあそうなるわ、うん、間に合ってますからまあそう思うよな普通に。お、ロキッシーラシビマン、わかんない、何今思っても何喋ってるか分かんないからな。これ翻訳してる人っていうか喋ってる人は分かって言ってんのかな。全く聞いたことがない言語だから。そう、どう見てもよそ者だろこれは。よそ者以外に何者でもない。カラス、うん、伏線かなここら辺は。お、動く動く、おーおーおー、重力嵐。お、なるほど、面白いな。コントローラーでカメラ操作ができるのは面白い。ユジ、ユジ、そこはちゃんとした日本語なんだ。あ、逃げないと。ああ、うわあ、なんでこの子を呼んだの？キトゥンちゃんを。やめただろ、うちのガキはいない。
嵐飲み込まれちゃうそうだよねそうだよね。カラス女の仲間、伏線だな。カラス女は、まだ打ち返うちゃ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 う。まあこの時はまだキトゥンちゃん、お来た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 。目がねえ。お来た来た。ユージ、え、おお、おほほほ、すごい、壁に立ってる。いやー、よし、おお、すごいなー。相変わらず、まあビータちょっと触れたことがあるんですけど、うわーすごい感覚だ。うおー酔うなよいしょ、あかん、あかん、あかん。よく耐えてるな吸い込まれちゃうよあんな。お、都合のいい壁が来たぞ。まあ操作は多分変わらないと思いますけど、よし来た、これでドーンと。すごいよねこれ、立ったところでまたカメラが変わるんだから。よいしょ、こっちか。あ、しまったしまった。オブジェクトにもそうかかりますからね。よしよしよし、来た来た来た。よいしょ、よいしょ、おー早く助けないと。あの子供が持ってるのがすごいわ。普通にユジすげえな。ジャンプどこに？どこに？よし。おお。こっちか。お。ああ。何やってんの。やばいやばい、頭でかいなこいつ。あ、おお強え。だじゃん。あ、猫生きてんのね。ああ。あ。まあ仕方ないよね、息子の命に比べれば。
そうきたか。 はあ、いい加減なことを言うな、やっぱりこの怪しいやつだ。 ひどいやつだな。ああ悪くないよ。 キトゥンちゃんは何も悪くない。 して胸 クソ野郎だな。 あ、すごい、ここのキトゥンちゃんかわいい。 だらしねえ顔だな。あ、そうだな、助けたのに。ねわっ。Là je suis ma cheville et je crois plus s'afficher de Wancy. Plein je te dis, plein s'habillement de la sapin chauffé. Le blessement, l'ouetterie, chaplain tout le savait. いやでも相変わらずすごい世界観だよね。どうしてこうなったのかってのも解明されるのかな。ダスティ ああ、そういうネーミングセンスをお持ちで。態度がわかんのかよ、これ。 すごい。全くわかんない。 カラス、ダスティ。おお、すごい。やっぱりグラフィックも進化してますね。綺麗だな、相変わらず。まあ、普通にビータでもかなりのレベルのグラフィックだったんで、まあ、そんなに驚きはないかなと。元がすごかったんで。よし。おーし。よっ。おーっと。よし。よし。捕まえたろ、今。はい。ある位置で。まあ、このゲーム、落下ダメージがないんで、どんな距離から落ちても大丈夫だった気がするんですけど、多分ダメージはないと思いますね。おおおおお、多分あれがカラス女です。 まあ、意味深な。これね、重力するとなんか周りの人たちも飛ぶんですけど、まあ、子供女関係なく。 すごいな。 巻き添えだよ。ひどい巻き添えだよ、これ。いいよ。空中で止まって、よいしょ。あら、すごい。なんかあっちの方が便利そうだね。警官が助けられてるよ。 あれ、もうエピソード2入っちゃった。 はい、ということで今回この辺で終わりたいと思います。まあ、こんな感じで進んでいくんで、まあそうですね、まあ基本的にはそうですね、記憶を取り戻すか感じ。 はい、ということで次回、まあため撮りですけど続き入っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また明日。